はい、皆さん、僕はジャクミッチンです。福袋、いやー、福袋の季節になりましたね。はい、年末年始といえば楽しい楽しい福袋の時期ですね。で、まあ、お正月からね、買えるものもありますし、もうすでにね、いろんな企業さんが発売開始しているんですよね。で、今日は、その中でもですね、モスバーガー、ミスタードーナッツ、ココイチ、このね、3つの福袋をゲットしましたんで、そちらを順番に見ていきましょう。はい、というわけで早速、ココイチですね。ココイチの福袋、これぐらいのね、手提げバッグになってまして、ここにね、ココイチって書いてあるんですよね。あとここの横には普通にね、いつもの文字で書かれているという感じなんですけど、まあ見た目ね、いい意味でそのココイチっぽさを消してるんで、まあ普段使いね、全然できるんじゃないかなっていう感じですね。僕の場合ね、ちょっと大きさ的に、なんかキャンプの小物を入れるのにね、かなりいいんじゃないかなと思っております。結構ね、生地も分厚めで、後ろにもね、ポケットがあるっていう、そんな感じになっております。で、中身は、こんな感じでね、入っておりまして、まあ、一個ずつちょっとね、見ていきますと、まずは、レトルトカレーですね。これが1個入っております。ド定番のポークカレーですね。こちらが1つ入ってるのと、ステーショナリーセットっていうものがありまして、これは、まあ、ポーチだね。中にね、物が入るような、レトルトカレー風のね、デザインがされてるポーチの中にさらにメモ帳と、こんな感じの、なんかもう注文取れそうな、ご注文が取れそうな、メモ帳と、テープですね。なんていうんだろう、マスキングテープ的な、まあ、ココイチとパスタデココのね、店名が入ったテープですね。ちっちゃいテープ。プラス、お食事補助券、まあ、商品券ですね。が、2000円分ついております。はい、こんな感じでですね、500円分のやつが、まあ、4枚ついてるよっていう感じで、ただ使用期限が、4月末みたいですね。4月末。なので、まあまあ、ゴールデンウィークまでには使い切ってねっていうやつなんですけど、まあ、僕の場合余裕で使い切りますね。はい。っていうね、2000円分のお食事補助券がついてて、こちらなんとお値段2000円です。2000円。そう。お食事補助券2000円分がついてくるから、絶対に損はないですね。うん。損があるとしたら、ゴールデンウィークまでに2000円使い切らなかった場合だね。それ以外の場合は、2000円分を先に払っちゃえば、このバッグと、レトルトカレー1食分と、ね、こういうの全部ついてくるので、かなりお得ですね。で、値段もね、2000円と、すごく手の出しやすいお値段なので、ココイチね、かなりおすすめです。ちなみにですね、こちら12月の26日から発売してるんですけども、事前予約とかがいらないタイプのやつなので、もう店舗に置いてあったらそのままもうゲットできるっていうものなんですよ。この動画を見て、すぐにね、ココイチに行けばワンチャンまだ残ってる可能性大ですね。っていう、ココイチの2000円の福袋でした。続きまして、モスバーガーの福袋。福袋というかもう、福箱だよね。まあ、見ての通りね、ワンピースと完全にコラボした、そんな福袋になってますね。モスバーガーね、僕月に2回ぐらいは行くんですけど、モスチキンとスパイシーチリドッグがめちゃくちゃ好きで、ヘビーローテーションでね、全然行くんですけど、まあ、福袋以前にもね、ワンピースとのコラボタンブラーをね、発売してたりして、なんか最近こう、モスとワンピースがね、すごく仲良しというのを見てたんですけど、なんと福袋もワンピース仕様というのが、2024年バージョンらしいんですけど、こちらね、先にお値段言いますと、5000円のね、福袋になります。結構ね、強気な値段設定ですよね。中身見ていきましょう。あ、結構ね、詰まってますね、パンパンに。よいしょ。ここに何やらね、いろいろ入ってまして、あとはね、ちょっと紙が入ってるんですけど、まずはじゃあこちらちょっとね、開けていきましょうか。はい、まず1点目がですね、ミニショルダーバッグ。おなじみのね、ワンピースの海賊旗のロゴのところにモスのマークっていうね。まあ完全にね、モスとワンピースがコラボしたような、そんなロゴですね。まあ見ての通りのミニショルダーバッグですね。お子さんとかね、いいんじゃないでしょうか。さあ続きまして、これは T シャツですね。T シャツです。胸のところにワン
ピースと書かれてると思いきやモスバーガーとね書かれておりまして、左胸だけですね、ワンポイントで、裏に麦わらの一味が描かれているというそんな感じですね。で、こちらの T シャツはワンサイズらしくって、僕には小さい、フリーサイズ T シャツなんですけど、まあ息子たちがねワンピースすごい好きなので、まあ外に着ていくには恥ずかしいかもしれないけど、まあ部屋着でね着てくれたらいいなっていうそんな感じですね。 T シャツかなりいいと思います。それとこれがね、思ったよりでかい。これ思ったよりでかいな。はい、こちらがメインですね。ふわふわブランケットですね。ルフィとチョッパーがね、描かれております。これね、めちゃんこでかい。ブランケットっていうから、なんかね、軽い膝掛けぐらいかなと思ったんですけど、めちゃくちゃバスタオルぐらいでかい。下手したらバスタオルでかいぐらいかもしんない。で、生地がマジでふわふわ。マジでふわふわ。あのね、明らかにこっちにお金かけたんだろうなっていう感じのすごいクオリティ高いで、色合いもいいね。優しいカラーで、これはめちゃくちゃいい。モスの場合ね、5000円なんで、それはまあちょっと高いっすよね。で、さらにさっきのあの紙切れがちょっとね、あの購入店が書いてあるんでぼかし入ってるかもしれないですけど、500円のお食事補助券が計10枚、つまり5000円ですね。5000円分の補助券がついております。てことはよ、結局5000円でね福袋買うけど、 T シャツとかブランケットはタダみたいなもんなんですよね。これめちゃくちゃ嬉しい。ちゃんと5000円分の補助券あったわ。ただ1点ね、こちらも有効期限が決まっておりまして、2024年の3月31日まで、3ヶ月以内に使い切らないといけないんですけど、うちの場合1月で絶対なくなります。絶対なくなります。結構ね、モスチキン5本入りとかバラエティパックとか、モスってさ、やっぱオニオンリングと太めのポテト、あれ美味しいじゃん。もちろんメインのねバーガーとかももちろん美味しいんだけど、サイドもね結構しっかり買っちゃうんですよね、うち。なので僕としてはね、3月31日までの縛りっていうのは全く痛くないんですけど、まあ人によってはねそんなにいかないかもしれないなっていう方は、どちらがお得かっていうのはねちょっと考えた方がいいかもしれません。さあ最後、毎年大人気のミスドの福袋、こちらはですね、もう圧倒的存在感ですよね。ちなみに5000円のものをね買いました。いくつかね、あのミスドに関してはそのパターンがねあって、一番高いのが5000円のものだったので、僕はねいつも毎年5000円でとね買うんですけど、結構ねそのポケモンとずっとねコラボされてるんですけど、毎年毎年その福袋のね中身がすごいんですよ。まだちょっと今年見てなくって、はい、まず出てきましたのが、カレンダーですね。ミスド×ポケモンのカレンダー、あ、こういうね2ヶ月まとめてのパターンのやつですね。かわいい。これはねうちの子喜びます。カレンダーはねマジなんぼあってもいいですからね。続きまして、めっちゃあるな。ちょっとね、なんだろうこれ、ちっちゃいやつ。あ、メモ帳ですね。ほんとシンプルなメモ帳。続きましてポーチ。あ、もうほんとね、いわゆるポーチですね。あー、結構厚手のポーチなんで、これもなんかちょっとキャンプの小物か料理系の小物、スパイスとか入れるのにちょうどいいかも。これいいっすね。嬉しいです。入れ物系結構ありがたかったりするんです、僕の場合。お、すげえ、これすごいな。2024年のスケジュール帳ですね。うわ、これすごいな。びっしり書き込めるタイプのね、ちゃんとしたスケジュール帳ですね。メモ取れるところもあったりとか、結構1日ごとにいろいろ書けるような、そんな感じのスケジュール帳。ポケモンのスケジュール帳買おうと思ったら、結構1000円2000円ぐらいするんじゃないのかな。すごい、これはねかなり太っ腹だと思いますね。スケジュール帳、スマホにメモするのもいいけど、やっぱね書くことで脳に残りますからね。知らんけど。さあ続きまして、これはちょっと変わったやつだな。これは、ジッパーパックらしいですね。まあ、いわゆる、まあ、ジップロックみたいな感じに使ってねみたいな、マスクとか入れるといいのかな。もうちょっと今ね使う機会も減ってきてる
んですけど、マスクケースとかにねちょうどいいぐらいの大きさの、そんな感じの大きさのやつですね。何かね小物をね贈り物したい時とかラッピングで可愛いんじゃないでしょうか。さあさあ続きまして、よいしょ、あエコバッグ、エコバッグの縦長のやつですね。ボタンついてる2リットルのペットボトルが4本ぐらい入るかなっていう感じの、そんな感じの容量ですね。うん、でかいエコバッグっていうよりは縦長です縦長でボタンがねちゃんとできるんで、これはね嫁さんがちょっと喜びそうですね。さあ次が最後かな。これはまごうことなきバスタオルですね。これはバスタオルです。バスタオルって書いてありました。ちゃんとしたパイルージーでね、もうほんとザ・バスタオルっていう感じの、ちゃんと水吸ってくれそうなね、髪乾きそうな、そんなバスタオルですね。でかい、これもねうちの子喜びますね。バスタオル実用的ですからね、これめっちゃいいと思う。まあ、さっきのねやつがワンピースの方がブランケットだったんで、ブランケットかぶりしなくてよかったなっていう、ちょっとね安心もありますねっていう感じの中身と、もちろんもちろんあります、ココイチとかねモスバーガーにもあったようにミスドにはドーナツ引き換えカードっていうものがついてきます。これがね毎年半端ないんですよ。まあ、先ほどのねココイチだったら2000円買って2000円分のお食事補助券、モスだったら5000円買って5000円分のお食事補助券、じゃあミスドは5000円の福袋にどんな補助券がついてるのっていう話じゃないですか。これがですね5000円の福袋の場合、なんとこのカード1枚で50個のドーナツと引き換えてくれます。50個だよ、50個のドーナツと引き換えてくれます。やばくない？5000円分のドーナツじゃなくって50個のドーナツなんですよ。どういうことかと言いますと、ドーナツはさまあいろいろあるじゃん、こうオールドファッションとかさ、ポンデリングとかさ、その値段もバラバラじゃん。その値段関係なく税込み187円以下のドーナツと引き換えられるんです。まあ、たまにね高いやつの200円ぐらいするやつとかもねあったりするじゃないですか。そういうのはダメらしいんですけど、187円以下なら1個としてカウントして交換できるんですよ。50個、つまりちょっと計算しますね。187円のドーナツをね50個交換するとしたら、なんとそのお値段9350円。やっちゃってますよね、これすごいんですよ。なのでどうなんでしょう、皆さんの地域もうミスドの福袋はもうないんじゃないですかね。まあ、一部ね店頭販売分とかもねあるかもしれないんですけど、見つけたらもう即購入レベルだと思います。基本的には事前予約して買うっていうのがね毎年の通例なんですけど、もしねお近くのミスド行って、まだ福袋ね残ってたらもう速攻で買ってください。で、買い逃した方はめちゃくちゃお得なんで、来年はぜひ購入してみてください。で、モスとココイチに関してはね、こちらも店舗によってはねまだあったらラッキーぐらいでちょっと残ってるかもしんないんで、ぜひ、皆さんもね楽しい楽しい福袋ライフ楽しんでみてくださいっていう感じですね。2023年、この動画がね、最後になりますので、最後まで見てくださってどうもありがとうございました。来年もしっかり動画更新ね、していきますので、来年もまた1年どうぞよろしくお願いします。それでは良いお年を、バイバイ。